その日の出来事のお時間です。キャスターの歴史スキオです。タオヤアカです。この番組はその日にあった出来事をお送りします。今回は愛知県三方郡幸田町の幕筆家金田つとみさんの話をお聞きしました。リポーターの伊能さんが金田さんにインタビューを行っております。それでは早速ご覧ください。皆さんこんにちは。私は今愛知県三方郡幸田町の書家であり筆文字作家の金田さんの落筆工房に来ています。それでは早速金田さんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず今こちら伺っているのが落筆工房というお名前がついているんですが、そもそも落筆、楽しい筆と書きますが、これどういったものなんですか？はい、落筆っていうのは全く僕がつけた造語。そうなんですね。はい、いろんな名前のものも他にもあると思うんですけど、はい、まあ、今言われた通り筆を楽しむ、はい、でただ一番他の、まあ、書道とかデザイン文字と違うのは、はい、お手本がないということ。そうなんですね。だからお手本がない世界で、はい、まあ、言葉を書いたり、はい、まあ、漢字を書いたり、まあ、いろんなことをやるんですけど、はい、お手本がない世界で自分の個性を、はい、こうプラスのイメージで体感する。プラスのイメージ。簡単に言うと、はい、例えば子供の頃お習字をやってた方が、はい、習字がとっても苦手で私はコンプレックスがあって字はとっても下手なんですという方、はい、とかね、だから字はとっても上手なんだけど、はい、なんか味がなくって、はい、やってても面白くない、はい、どっかなんかマイナスのイメージを持ってる方が、まあ、中には見えるんですよね。でも落筆をやっていただくと基本お手本がないですから、はい、ただ、書くための5つのポイントっていうのをやっていただくと、はい、間違いなく、はい、自分の個性ってこんな素晴らしいんだっていうのを体感していただける。だから簡単に言うとこうビフォーアフターで、はい、最初にこう必ず自分流にまず1枚書いていただくんですね、はい、で2回目に書くときは5つのポイントをお教えして、はい、でそれによって書いていただくと、はい、全く違ったものが出来上がる、はい、で自分で大体ほぼ感動されますね。あ、そうなんですか。その出来上がったものを自分自身で書いたものを見て驚きがあるってことですか？驚く。今までの自分が経験していない世界が間違いなくできるから、はいはい、当然嬉しいですよね、はい、だからそういうちょっとやってみないと分かんないと思うんですけど、はい、普通のお習字とかデザイン文字とかとは全く違うと言っていいと思います、はい、私も子供の頃大勢の皆さんが習われるのと同じように通常の書道は習っていたんですけど、そういう書道は本当に整った形で綺麗に書こうっていうのがもう狙いというか、それこそ先ほどの先生の見本を見ながらそれと同じように書いていければいい点がもらえるっていう状態だったんですけど、自分の内面から出てくる表現が字で出せるってことですね。だからもちろん一人一人の方がその書く線の個性が変わるんで、はい、で要はその字でも絵でも線が生きてるか死んでるか一番大事なことは、と自分が今まで書かなかったような線で書いて、はい、でまあ確実に作品レベルのものはできると思います、はい、では落筆というものは今教えていただいたんですが、そもそもその落筆っていうのを金田さんが始めたきっかけっていうのは何だったんですか？はい、僕はもともと広告のグラフィックデザインをやってて、ずっと二十歳から40ぐらいまで。そうなんですね。グラフィックデザインの、デザインとそれからコピーライティングの仕事をずっとやってて、はい、で40ぐらいで、まあ、仕事でちょっとストレスが溜まってちょっとうつ病だったんですよね、はい、で、まあ、自宅に引きこもるようになって、はい、で引きこもった時に
なんか知らないけど子供が使ってる筆があって、うん、それを持って書き始めた、はい、それが今から40ぐらいの頃ですから今から20年ぐらい前、はいはい、で黙々と書き始めたのがきっかけ。目に飛び込んできた筆に何かインスピレーションを感じたというか、いや本当引きこもってやることがなかったんで、はい、でどん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 こうマイナスになっていくんで、はい、なんかやろうと思って、はい、でもともとお習字は好きでしたから、うん、でグラフィックデザインで字書いたりもしてたんで、はい、まあ紙があったんで筆があったんで、はい、ちょうどこう自分の心にたまったストレスを出すために、はい、例えば感じたことを言葉にして、はい、すごく簡単に言えば、はい、バカ野郎でもいいし、うんうん、どうしようでもいいし、なんかたまったものを外に出してあげようと思って、はい、で書き始めたんですね、はい、うん、それが面白くなって、はい、何百枚ってどん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 溜まっていくわけですよね、はい、でそこから字を本格的になんか書き始めていって、うん、溜まったものを出していったら、もちろんその神経科のおじさんにも通ってたんですけど、うん、薬飲まなくてもだん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 元気になってきて、うん、で書いたものを知り合いの人が見て、はい、うん、なんか作品にしましょうよっていう話になって、カレンダーに作ったりとか、うん、本を出したりとか、はい、そういうことをやり始めたんですね。そこからです。楽室、まだその頃楽室って名前ももちろんないんです。あ、そうですね、僕が勝手に書いてるだけですから、はい、お習字の延長線ですよね、はい、で、まあ、10年ぐらい経ってから、まあ、楽室って名前は自分でつけたんですけど、はいはい、その当時はまだ楽室っていうのはそ、まあ、名前としてまだつけているものでもなくって何もないですね。ただ字書いてるだけ、はい、遊んでるだけっていう感じ、はい、ご自分でその字を書き進んでいかれて、その、うん、まあ、うつ病って言われる一般的な症状がもう落ち着いたっていうので、どのぐらいの時間かかったんですか。ね、結構神経科のおじさんに通ったのは 4,5 年通ってましたから。長いですね。長いですよ。あので、薬も結構最初はきついのを処方されるんで、で薬で結構なんかしんどくなってくることもあるし、でなんとか薬をもうやめたいなと思って字を書いていくと、はい、やっぱり楽になってくるんですよね、はい、自分が、はい、うん、で多分集中できることを1個見つけたっていうのがすごく大きい、はい、うん、何でもいいんですけど、はい、僕の場合はそれが字を書くことであって、言葉を紡いで言葉を書くっていうのが僕にとってはぴったりで、それで治ってったと思うんですけど、だからトンネルを抜けたっていう感じ、あ、うん、暗闇から出た、はい、うん、それはすごく自分でも実感しましたけどね、はい、うん、その 4,5 年の間でもその字を書いたものを先ほどカレンダーにしたりっていうお話があったんですけど、お友達というかお仕事関係のもともとの仲間の方がそれを拾ってくださってというか、だからもともと広告デザインの世界ですから、はい、企業のカレンダーとか、うん、ポスターとか、うん、いろんなものに、まあ、友達のデザイナーが使ってくれて、うん、で、あのトヨタさんのカレンダーになったりとか、すごい、からあの競馬、はい、高松の宮杯とかいうやつのポスターとか、はいはい、そういうのを全部書いたんですよ、はい、でやっぱり人間って褒められると嬉しいですよ。そうですね、やっぱ僕も同じで、はい、書いたものを褒められると元気になってくるんですよ、うんうん、そこから完全にこううつ病の世界から抜けたというか、うんですね、自信が持ってた。あ、なるほど、うん、じゃあきっかけとしてはまず一つは自分の腹の内にあるものを吐き出すことができて、そうそうそう、でさらにそれがきっかけで周りからまたちょっと認められるようにというか、うん、そういった環境がちょうどできたことによって、うん、店舗が開けたってことですね。今はもうすっかりお元気でいらっしゃるんですか、ね、もう全然今もうここ10年以上は、あ、お薬も関係ないですし、日常生活も送れるし、はい、お仕事もできるし、うん、全然問題ないですね。そのグラフィックデザイナーとかそういったなんて言うんでしょうね、割ときつそうなお仕事とかは今は離れて、一切やってない。あ、そうなんですね、はい、この楽室工房とか、はい、その一般の方にいろいろ教えていただい進めている状態なんですかね、はい、どんな方が実際こう習いに見えるんですか。ね、教室を本格的にやり始めたのが、はい、今年の5月なんですね、まだ。あ、新しいですね、うん、でその前は、はい、まあ、文化教室さんとか、はい、2,3 そういうところで、はい、でも 4,5 年はもうやってるんですけど、そういうところは、うん、でも
本当に一般的な教室です、はい、で自分が5月からスタートしたのは僕がさっき言ったように自分の体験でこうストレスを出すと元気になっていくっていうので、はい、そっちのこう心のこうありようっていうのをこう教室の中に入れ込んだカリキュラムを作って、はい、それを今広げてる、はい、うん、だから最近よくアートセラピーとか言うじゃないですか、はい、の中の一つになるとは思いますけど、いろいろな種類がありますよね。アートセラピーだとそのいろいろなカラフルな色を使ったものもあるし、うん、ここだとまあ書道なので主に黒い文字っていうのが一般的かと思います。うんうん、カラー文字とかも書かれてる。いや、色はやらないです。もう完全に黒の本当に墨で。モノトーンですね。あ、そうなんですね。うん、色をつけるのは、まあ、せいぜい教室でちょっとデザイン文字みたいなのを遊びでね、うん、皆さんやりたい時には色もつけますけど、あとワンポイントだけです。そんなベタベタにならない。あ、そうなんですか。はい、基本はモノトーンの世界です。はい、でも墨も濃淡があって、上手に上手にという言い方なのかわからないですけど、綺麗に描ければ出ますよ。美しいコントラストとかが映えますよね。そう。今は例えばその教室に通ってくださる方はお子さんとか奥様とか。どういった方が、もう お子さんはいないですね。あ、基本そうなんですか、ね、はい、大人の方がもう大人ばっかりです。もうどちらかというと中高年ですよね。アダルトの方が、はい、圧倒的に女性の方が。そうなんですね、うん、どんな場所で今教室の方に伺おうと思ったら買ってみるんですか。教室は今、文化教室系が、はい、岡崎の暮らしの学校さんと、はい、そこで楽室教室がありますね、はい、からあと来年1月から、はい、ローズクラブといいまして、はい、なんか中日新聞の関係の文化教室らしいんですけど、はい、そこで1月からどちらかというとシニア向けにスタートしました、はい、文化教室さんではまあその2つぐらい、 あとは、まあ他の個人の方が仕切ってやっていてくださるのが、はい、安城と、はい、名古屋、うん、岡崎かな、はい、にもありますけど、はい、うん、なんかありがたいことなんですけど今のところ定員はいっぱいになってる。あ、そうなんですね。10名以上超えると、はい、あまりうまくできないというか一人一人に関われないので、はい、だから多くても教室とか講座をやるときはまあ10名以内ですね、はい。やっぱりこうリピートで通われる方っていうのも多いんですか。あ、そう、圧倒的多いです。あ、そうなんですね。一、はい、回来てやってみると楽しくなって、そうそうそう、もうどんどん次も次もっていう形で、うん、お友達を連れてきてくれたりとか、ね、もちろんそんなになってきますよね。それもきっとただ単にその作品ができるから楽しいっていうわけではなくて、先ほどもお話しいただいたんですけど、自分が今まで出せなかった表現が出てくる、おそらくですけど、うん、勝手に湧き上がってくるんですかね。書くのは、書くその技術的なものは、はい、その5つのポイントで基本を学んでいただければ、はい、本当にえっていうものができます。はい、で間違いなくそこには自分の個性が出てるし、なんかどっかのものを真似たような文字にはならないんですが、ただ書くのが言葉を書くときは、はい、あまり考えた言葉を書いても意味がないんで、自分の心で感じたことをそのまま言葉で書くっていうカリキュラムでやるんで、はい、不思議に1回基礎を受けていただくと、はい、1ヶ月間の間に、はい、スケッチブックってありますよね、はい、スケッチブックに1日1枚、はい、書いてもらうんですよ。何を書くかというと、その日自分が心で感じたこととか、なんかテレビドラマ見てね、映画見て、あ、この言葉いいなっていうのがピッと入ってきたら、その言葉でもいいし、純粋に自分の中から出てきた言葉でもいいし、はい、で書いてもらうんですよ、はい、で1ヶ月間それやると、はい、間違いなく上達します。すると言葉が出るようになってくる、感じた言葉が、あ、無理やり作らなくても、はい、うん、それを1ヶ月やスケッチブックでやっていただくとかなり変わりますね。でそれを全部僕添削しますんで、はい、今時デジタルの世界なんで、はい、自分で書いたスケッチブックの字を写真撮っていただいて、はい、でそのままフェイスブックで送ってもらうんですよ、僕のところに。
そうすると僕見たら必ず添削入れてメッセージを送る、はいはい、それの繰り返しで1ヶ月やると、はい、1ヶ月に1回教室来るだけで、うん、2ヶ月目には、はい、もうずっと僕は添削してるわけですから、はい、間違いなく変わってる。あ、へえ、うん、で何度かに1回その1ヶ月に1回なら1ヶ月に1回、スクールならスクールに来てもらったのを生で確認をして、そうそうそう、で最終的にそこで生のものを赤ペンをまた入れてチェックをされて、この5つのポイントっていうのがやはりあの実際にはいくつかこういうポイントだよっていうのがあるとは思うんですけど、まあ実際そのポイントともに赤チェックを入れて一緒に話を聞かないとなかなか内容としては分かりづらいものなんですよね。そうですね、実際に受けていただければすぐにでもこう、あ、そっか、そういうことかっていうのが分かる。で、あのその5つのポイントの中には、はい、僕昔もともとグラフィックデザインですから、あ、はい、グラフィックデザインで学んだことがかなり入ってるんですよ、はい、でグラフィックデザインと書道の世界を合体したものを5つだけピックアップして、はい、で例えばねポイントが10個もあったら大変でしょ、うん、覚えられないですね。それを技術的にクリアするのもすごい大変でしょ、はい、でたった5つですから、はい、所詮、はい、とってもシンプルで簡単。そうなんですか。ですね、はい、ちょっとやってみたいですね。ぜひ、あの、はい、ぜひあの終わってからやりましょう。あ、本当ですか。そう言っていただけるそうなんですね。で、今は女性の方とかが圧倒的に多いっていうお話だったんですけど、やはりご自分が病気とかもされたこともあって働く男性の方とかにもそういうのに興味を持ってもらえたらいいなとは思うんですけど、そうですね、男性の方の応募っていうのはやっぱりかなり少ない。まあ少ないですね、男性は圧倒的に少ない。少しはいらっしゃる。いますよ。あ、でも10人いたら1人か2人ぐらいのレベル。はい。で、男性の方に広げようっていうのがやっぱり自分の中にあるんで、はいはい、今年と、まあ、来年にかけて一生懸命やってるのが、一つは学校の先生。はい。学校のまあ小中高でもいいんですけど、学校の先生に落書きを教えるっていうのをもうすでに何回かやってるんですけど、それから来年から企業の社員教育に入れていただく、うん、で社員教育の場合は新入社員と中堅社員と管理職、その3つに分けてカリキュラムを作って、はい、でやっていただく、はい、そうすると会社にいる間にやっていただければ、はい、例えば会社を辞められて定年退職されたから、はい、興味があればできるじゃないですか、うん、だから会社にいる間に会社の福利厚生として取り上げていただいてやるっていうのが多分来年の1月からとある企業さんでスタートします。それは、はい、で、まあ、それがすごく楽しみ。そうすると圧倒的に男性が多いですから、やる人がね、だからそこで男性の人に体験してもらって楽しんでもらう。なかなか私が思うにはなんですけど、管理職とかされてる男性の方って、うん、体の内側から湧き上がる言葉っていうのが、まあ、仮にあったとしてもさっきちょっとお話がありましたけど、バカ野郎とか思ったけど、バカ野郎って普通書けないじゃないです か, からそういうのを引き出していくのが一番大変そうな気がします。そうですね、だから男性にやる場合はプログラムを変えますね。あ、そうなんですか、うん、なんていうのかな、書いていただく、アンケートみたいにし、はい、いろいろ書いていただいて、はい、そこからこう言葉を出していくっていうやり方をするんで、まあ、どちらかというと理論とか理屈の世界ですから、はい、だからそういうのを無理なことをしても絶対続かないんで、男性の方にも、うん、これ面白いぞと思っていただけるようにカリキュラムを作り変えますもん。あ、そうなんです。それは今ね、はい、一生懸命考えてます。どうしたら喜んでもらえるか、興味をいかに分かやせるかというか、あ、面白いと思ってもらえるか、はい、で平気でバカ野郎って書いてもらえるかそういうのを今一生懸命カリキュラムを作ってます、はいはい、やっぱりその管理職の用の方とその新人さん向けっていうのはかなり内容が違ってくるんです。違いますね。新人さん向けだと新社員はもう本当に一番最初にお話した自分の個性をプラスのイメージで体感する、うん、やっぱりまだこう自信がなかったり、はい、逆に自分ってなんかいいところよりも悪いところが目立ったりするじゃないですか、まだ若いですからね。そういう若い人たちに、いや僕は案外僕の個性ってなかなか面白いぞって思っていただける、
誰かと比べるんじゃなくて、私は私で OK っていうのをこう確認してもらうには新入社員の方にやっていただくのが一番いいと思いますね、はい、だから、まあ、やっぱりそれぞれの年代でカリキュラムをちょっとずつ変えて、でも基本はやること一緒ですから、はい、その伝え方を変えていく、あ、なるほど、うん、っていうのは一生懸命今考えています。そうなんですね、今のお話を伺っていると、もちろんその若い方は若い方で自分のそのマイナスイメージをプラスに変えていったりっていう、自分自身の良くしていくっていうのもそうなんですけど、同じに受けてくれる方がみんな、なんて言うんでしょうね、心の柔軟性とかが広がりそうな気がしますよ、ね、あの一番よくやってと思うのは、お習字の世界だと、はい、まあ、これいい悪いじゃないんですけど、他者と比べるじゃないですか、はい、A 君、B 君、C 君がいたら、はい、あ、B 君上手だね、そうですね、 C 君下手くそだね、そうですね、でお手本と比べるじゃないですか、またね、はいはい、ところが落書の場合はお手本ないですから、で A 君、B 君、C 君のものがそれぞれその子の個性の線になってるんですよ、はい、そうすると何が言いたいかというと、他者を認める、はい、自分と違った個性の B 君も C 君も出来上がってるというと、自分のテイストとは違うけど素晴らしいものができていたら、はい、あ、すごいなるじゃないですか、と他者を認めて受け入れるってことができる、だから比べない、誰かと自分を比べない、比べるゲームをやりだすとどん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 マイナスの方向に行くので、自分は自分で OK、 他者は他者で OK っていう、そこが多分ものすごい勢いで、あの体感できますよね、はい、実際に出来上がったものが出ますから。あ、そうですね、言葉で説明してもそうですかって終わってるものが、目の前に自分の書いたもの別のものが出てきた時に、うん、体感します、ね、それが一番いい。なんかその柔軟性がまた管理職の方にも広がるとすごくいいだろうにって思います。多分あの伝え方次第でなると思うんですよ。そうなんですね、うん、時間かかったりしないのかな。まあ多分1回受けて2回目ぐらいでもう変わってると思いますけど、ね、間違いない。企業さんの方の福利厚生とかでやられる予定のものは何回かの回数、ね、コースやりますね。3回とか5回とかでやりますね。やっぱり回数を重ねれば重ねるほどどんどん新しい楽しい字が書けるようになってくる。あ、もちろんなりますね、はい、分かりました。はい、他に何か今後こういったことをやっていきたいとか、またから、そうですね、教室を広げていきたいとか何かあれば伺いたいと思うんですが、僕も今圧倒的にこう講師の方を育てることを一生懸命やってるんで。あ、さっきも先生がって言ってましたよね。あの僕一人でやれることってもう数少ないですから、で僕のこう、まあ、夢というか目標はこの楽室っていうのを例えば東京大阪名古屋、今東京大阪名古屋にそれぞれ行ってるんですよね。でそれをそこをあの起点にしてね、はい、全国広げたいんですよ、はい、でそう思うと僕一人の力では絶対ダメだから、はい、で、講師を育てようと思って今講師の方が25名いるんですよ。で25名中男性は1人、あと24名は全て女性の方ね。大体年代でいうと40代から、はい、一番上の方で70代ぐらいの方がいるかな、はい、で女性の方のパワーを借りて、はい、で東京で大阪で名古屋で、はい、僕が教室やらなくても、はい、その基本のコースはその講師の方がやっていただける、はいっていうのを、はい、まあ、来年にかけて、はい、もっともっと広げていきたい、うん、そうすると、うん、日本全国はあっちでもこっちでも楽室教室をやっていってくれれば、はい、僕はお呼びがかかったらどこにでも行けるっていうスタンスにしておけばいいですから。うん、そうですね、うん、それが今僕が今一番願っていること。そうなんですね、わ、うん、かりました。今はお教室の話とかもいろいろ伺ったんですが、はい、あの最初の方にカレンダーなんかを出されてるっていうお話、これは今も続けてらっしゃるんですか？いや、あのカレンダーは、はい、実は2000年の時に、はい、まあ、僕はまだちょっと心の病気の頃ね、はい、その頃に、まあ、字書き始めてたんで、はい、カレンダーを自分で書いて、はい、で1枚だけね、はい、こんな感じですっていうデザインラフを作って、はい、実は僕はあの東京ハンドさんにね、あの営業に行ったんですよ、はい、本当に油汗かきながら、はい、あの薬飲みながらね、その頃は行ったらその東京ハンドさんで今はあの
名古屋店さんとアネックスと2つあるんですけど、ありますね。2000年の頃はね、まだアネックス、栄のアネックスしかなくて、はい、でそこに営業に行ったら、はい、担当者の方が見てくれて、はい、OK もらったんですよ、うん、で、だから1999年にカレンダーを作って、はい、2000年のカレンダーをアネックスさんで売ってるもらった、はい、そしたらその、まあ、バカ売れはしないんですけど、はい、そこそこ売れたんですよ、はい、でハンさんの方がまあ喜んでいただけたのかどうか、はい、その後にハンさんから連絡いただいて、はい、まあ、その頃はウェディングのウェルカムボードってご存知ですか？わかります。でウェルカムボードって今はもう本当にいろんな種類のものが出てるんですけど、はい、今から十何年前はそんなに種類もなくて、でハンさんの担当者から和風で筆で書いた和風ウェルカムボードっていうのを作りたいと。そうですね、あのウェディングのウェルカムボードってどっちかっていうと華やかな洋風のデザインのものが多いですもんね。でただ僕自身がそのウェルカムボードのことが分かんないですよねウェルカムボードって何ですかっていうところから始まるわけですよ、はいはい、そうですか、はい、でじゃあ一回見に行きますということで、はい、ハンさんの売り場に見に行って、はい、でまあ花とか英文で書いてあるやつがいっぱいある中に、ここにその和風の、はい、ウェルカムボードをあの新しく商品として開発したいんですけど、はい、あのカナさん作りませんかっていう話をもらったんですよ、うん、はい、で自分で言葉も考えて、はい、10種類ぐらいかな作って、で置いてもらったんですよ、はい、でかなり安くやってるんですよねそれ、うん、ただ、まあ、安いのもあって、それと目新しいっていうのもあって、そうだと思います、売れたんですよねこれ、はい、で売れたのと同時にその名古屋だけで始まったものが東京のハンズの本部の方が、まあ、見て目に留まって全国でやりましょうよっていう話になったんですよ。でそこから僕は東京ハンズさんにすごくお世話になって、全国の東京ハンズさんに、商品を置いていただいて、で、うん、実演販売ってことなんですか？あ、分かります。お客様の前で字を書いてその場で、まあ、持って帰っていただけるようにする。よくあのゴールデンウィークとか夏休みとかにお子さん集めて何かそういうイベントやってたりっていうのの一つですかね、うん、もう そのレベルとは違って、はい、もうともかく書いて売るってやつですよね。あ、そうなんですね、うん、あの単なるイベントじゃないですね。もう定番の商品として置いてあって、はい、それをなおかつ、実演でその場で書いて、はい、販売するってやつですね、はいはい、そういう話をいただいて、それがちょうど2000年に入ってからですね、はい、その頃に東京ハンズの名古屋店さんができて、はい、まあ、高島さんとかにですね、でそちらで実演販売やってもらえませんかっていう話になったんです、はい、で僕はね最初ねそれすいませんって言ってお断りしたんですよ、はい、だって僕まだそのうつ病で薬飲んでるところでそんな人前で字書くってその勘弁してくださいよっていう話で断ったんですよね、はい、そしたらその担当者の、まあ、お偉いさんが出てきて、うん、あの僕はただカナさんはただ字書けばいいだけです、うん、で呼び込みとかもろもろはハンズのスタッフの人が横に立ってやりますから、うん、一回ちょっとやってみてくださいって言われたんですよ、うん、まあいっかと思って、うん、そのでスタートしたんですよ、はい、でいざやってみると、はい、不思議なもので僕字書くだけですから、はい、紙に向かって字書いてると、はい、どんだけ周りに人がいても全然平気なんですよ。ってことは自分の得意なこと、はい、好きなことをやってるわけですから案外気にならない。で別にその頃は呼び込みもしなくていいわけですから、スタッフがいるわけですから、はい、それで実演販売っていうのがスタートして、はい、今年で16年目ですよ。長いですね。もう16年間、はい、東急ハンズさんの、まあ、メインが名古屋店で、はい、あとその新宿、池袋、はい、から横浜、はい、から大阪だと心斎橋、うん、梅田、三宮、広島、博多って言ってくる。ハンズがあるところ順番順番にこう順番順番に、うん、まあ呼んでいただくと行くわけですよ、はい、でもまあホームグラウンドは名古屋店さんなんで、はい、そういう生活を16年やって、うん、今今年16年目になるんですけど、でさすがにちょっと実演販売に疲れてきてもういいだろうと思ってと同時に不思議と学校、まあ、教室っていうのが増えてきたん で、はい、で教室とか講座が増えてきて、はい、そうすると平日以外に土日もやってくださいっていうのが出てくると、毎週末ハンズさんで必ず事前やってたんだけど、も
さすがにしんどいなと思ってじゃあこの先はやはりあのお体のこともあるので東急ハンズさんに、はい、いつもいつもっていうわけにはいかなくなるんですよね。そうですね、あの、まあ、お願いしまして、はい、12月から、12月今年がちょうど2016年、はい、2016年の12月から月に1回、はい、土日もしくは祝祭日に、はい、東急ハンズさんの名古屋店さんで、はい、実演販売はまだ続きますけど、はい、もう全国に行くのはもう、やめてるんで、じゃあもう名古屋限定イベントという形なんですね。名古屋だけですね、はい、でも逆にですけどその生徒さんがやっぱり広がっていって25人 の、 新しく育った講師の方とかもいらっしゃるんで、またそういう方がそのうち活動を続けていかれる可能性もありますよね。どうなんでしょうね、活動というのは。あ、そういう、あ、でもカナダさんの作品がいいから東急ハンズでは、あのハンズさんで売るのはカナダさんの作品になりますもんね。できないですね。そうですね、その講師の方がやるということはできない。そうですね、確かに、はい、なるほど。でも代わりにやはりそういう講師の方を今後徐々に増やしていかれて、またさっきもお話になった学校の先生とかが習ってそれをまた小学生の生徒さんとかに勧めるようになれば、なんとなくですけど今ちょっといろいろ問題になってるいじめの問題とかそういったものもこの落出によって少しは何か改善するきっかけになるかもしれないですよね。そうですね、はい、あとやっぱり学校の先生からよくあるのがその卒業するときとか進級するときに学院が生徒になんか色紙にね、メッセージ書いてプレゼントするっていう先生って、はい、まあ中には見えるんですよ、はい、でそういうことをこうどんどん広げていきたいっていうその、まあ、学校の先生方もいるん で、はい、でそういう先生方にその子供に、うん、卒業とか進級の時に色紙にね先生からメッセージ書いてあげてプレゼントすると、子供にとって先生っていうのは本当にすごい存在ですから、そういう先生からなんかメッセージを色紙に書いてもらうっていうのは、はっきりと一緒の宝物になりますよね。嬉しいと思いますよ。だからそういうのをもっと広げたいんで、先生方にその色紙の書き方とかどんな言葉を書いたらいいんだろうかとか、そういうのを、まあ、集まっていただいてお話をすると思います。実際に去年2015年ですか、はい、に学校の先生方愛知県で青年部の先生方の集まりで、はい、130人ぐらいいたかな。そこでそういうお話をしてくださいということでやったんですよ、はいはい、で当然実際に書いてみたいっていう話なんで、だけど130人全員に書いてもらわないといけないんで、はい、3人だけ先生方からやりたい人を前に出てもらって、はい、でその5つのポイントを3人の先生に集中的に教えるんですよ、はい、でそれずっとカメラでこう先生方が撮っておられて、でスクリーンにこう映すわけですわ。そうするとやっぱりね、最初に自分流に書いたものと5つのポイントでこう書いたものをこう他の先生方にこう見せるんですよね、はい、そうすると拍手出ますよ、うわーって、で私も書いてみたいっていうふうになるんですか、はい、だからやっぱりこうほんのちょっとのことたった5つのことを覚えるだけでそういうふうになるんで、ぜひぜひ学校の先生にはそれ使ってもらって、生徒さんにね、なんか心に残る言葉をね、マジックで書くよりね、筆ペンで書くよりもちゃんと筆に墨つけて書いていただければ、はいはい、そんだけのものが確実にできるので、それをもっともっとこう学校の先生には広げていきたいね。生徒さんはにもやったことあるんですけど、はい、小学校のお子さんはまあ落書きはやらなくてもいいです。もうそのまんまやんちゃんみたいに書けばいいです。で中学高校クラスになるとやっぱりこう習字の その上手に書こうっていう意識がついてるんで、中学高校生の子たちにやるとやっぱり結構喜んでます。小学校の場合もただやんちゃん書いてくださいっていうだけ。そういう意味で言うと書道とか習われてる方も一度その落書きを体験すると、落書き体験した後のまた字が変わってきそうな気がします。仮にそのお手本を見たっていう字を書かなきゃいけなかったとしても、ね、うん、自分の個性を出すことが、だからよく聞かれるのは、はい、落書と書道とどう違うんですかってよく教生はと言われるんですけど、うん、はい、書道っていうのは、僕が言葉で説明すると、心地よい緊張感、
を味わうもの、はい、もちろんその昔からの本にあるものだし、はい、でこうすごい達筆な先生の書いたね書なんかをこうはって見るとなんか息遣いまで伝わってくるぐらいななんか心地よい緊張感ってあるじゃないですか、はいはい、それからお習字で筆を持ってこう手本を見ながらこう書いてる時ってやっぱり心地よい緊張感言葉で言うとね、で楽室はねそれと真逆の世界でリラックスできるもの、例えば子供ちっちゃな子供が描いた下手くそなお父さんお母さんの顔のクレヨンで描いた絵とかね、はい、ちっちゃい子供が描いた字とか見るとね、はいはい、思わずこうニコッと笑っちゃうでしょ、思わずなんか心がファッと柔らかくなる、で下手な世界って結構人の心をねリラックスさせてくれるんですよ、まあ、確かに、うん、だから例えば全然違う話すると人間の性格でもね、例えば風天の寅さんみたいな人を見るとまあ本当に生き方が下手くそで、ね、やんちゃな人じゃないですか、でもなんか見てるだけでリラックスする、と同じように絵でも字でも下手なものの中にものすごい個性が溢れてるしものすごく人の心を柔らかくしてくれる宝物が入ってるんですよ、はい、で上手は上手の世界がある、はい、で楽室と書道と比べると書道は上手な心地よい緊張感の世界、はいはい、これも大事、はい、でも下手くそででも堂々と書いて下手を楽しんで、で自分の個性がそこに出ると自分もリラックスするし、はい、見た人が間違いなくそれを見るとリラックスします、はい、もう間違いなく笑顔になる、はい、だからその違いって僕は必ず言う、そうするとなんとなく言葉で説明しようと思うとそうしか言いようがないんですよ、でも両方とも大事っていう、はい、こっちばっかじゃないよこっちばっかじゃないよって両方ともあると面白いよねっていう、うん、そういう世界ですよね。基本的には筆を持つ体験って私にとってはですけどどちらかというと楽しい体験というか、なんかそれをマイナスイメージ持ってる方がいらっしゃったとするとそれはすごく残念ですよね、うん、まあ、多分でも小学校の頃に習字を習い始めて、でやっぱり下手くそな人っているじゃないですか、はい、どうやったってお手本通りに書けなくって、一般の目から見たらあ、うまい下手で見られちゃう世界ってあるじゃないですか、そうすると下手だ下手だって言われるとそれ結構傷つくんですよね、うん、幼い心にも子供心にもね、でそれ結構トラウマになってる可能性があるんで、はい、うん、だからいや下手でいいんだよって言うとえとか言うじゃないですか、でも下手なものが魅力的な作品に出来上がっちゃうと、はい、もう全然変わりますよね、はい、ただの下手じゃない、はい、うん、それぐらいに変化は出ると思います、本当ですね、だから下手を楽しむ、はい、うん、が楽しさかな、思いっきり、はい、こんな体験をまたもっとたくさんの人に今後また楽しんでいただけるように活動が広がっていくといいですね、そうですね、はい、からも名前の通りに楽しむ筆で楽室、はいはい、どうもっともっと広げていけたら、はい、楽しいかなと思います、わかりました、じゃあこの辺でお話の方終わりにさせていただきたいと思います、はい、今回はですね高田町の筆文字作家のカナダさん楽室工房にお邪魔してお話を伺いました、本日はありがとうございました、ありがとうございます。愛知県方文工場長の楽室家カナダさんのインタビューをお送りしました。その日の出来事ではさまざまな情報をお送りします。ご意見、ご希望など、ございましたら、ご連絡ください。今回はこれで、失礼いたします。その日の出来事、ご覧いただきありがとうございました。